立花の誇り戦場に示さん。愛していたか。降参するか、坊ちゃん。ふざけるな。見せるガキど。立花銀千代は雷神と呼ばれた名将道節の娘である。当時九州では薩摩の島津家が台頭、道節の盟友高橋常雲は討たれ、立花も滅亡寸前に追い込まれていた。だがそこへ天下人豊臣秀吉が介入、戦局は一変する。秀吉の援軍を得て御敵島津にこれまでの借りを返さんと銀千代は戦場に推参するのだった。一族の敵を討つ。立花は敵に容赦はせぬぞ。は九州征伐、立花の誇りを。胸重は敵陣を強襲し敵を揺さぶる。敵の先陣は潰しておいた。進め。俺は秀吉様の命で、お前たちの援軍に来たもん。ならば敵に完全に勝て。容赦は無用。
上部情けは見え戦場でかけるのは侮辱だ。なんだこいつ。立花の血返してもらうぞ。我らは岩屋城を制圧する。岩屋城は父上が命を捨てて守った。あの城は我らの手で奪還するのだ。進め！わしらは博多を目指すぞ。進撃開始だ。進め！雷神ってとこだ。
我らの城は全て奪還した。残る敵も全て制す。開門。いかんながら撤進せざるを得まい。下がれ。進め。秀吉、貴様の援軍、橘を束ねる者として感謝する。ただ利害が一致しただけの援軍とは思うのかい。人が動く上で利害は重要。利害を考えるのは当然だ。ただ人は利害だけでは動かぬ。そこを感謝している。唇滅べば寒し死なせてくれ。関東の早く進め。海を壊しておる。今日はここまで。さらばだ。一族に伝えろ。よってに橘の血を犯すことは永久に叶わぬ。この程度ではないぞ。橘の誇りは全て守り抜いた。ああ、俺たちの勝ちだ。秀吉は島津を下し九州を平定した。橘銀千代の戦ぶりは高く評され、秀吉帰下で大いに橘の名を挙げた。やがて天下はほぼ秀吉により統一され、抗う者は関東の北条のみとなった。秀吉はその力を誇示すべく全国の大名を率い、北条の居城小田原城を攻めた。銀千代は高橋常雲の嫡男橘宗茂と共に小田原城へと軍を進めた。天下平定。面白い。橘も付き合おう。第2話小田原討伐。橘の誇りを。
天下まであと一歩、総仕上げだ。風は東だ、やれよ宗茂。雷は石を恐怖させる。銀地よ、まず周辺の敵を掃討し進撃を確保する。やるな、その調子だ。家を大事に。お前の好きな嘘だ。ウサフキを手に。貴様と同じだ。貴様は行こっちゃう。お前だってそうだろ。愚か者、世とは常に混沌の輪。守りが固いか。私が言う限り、タヌキ一匹通しはしない。立花とやら滅亡の影がつきまとう。だからなんだ、立花は常に今を全うし生きている。いつか出ようと、ここにこそあれ、恐れなどない。驚き雷鳴、それが立花だ。俺が苦戦するとはな。ウルを壊してやる。
今ぞ進軍せよ。進め。ウルを壊してやる。驚き雷鳴。それが立場だ。これまでだ。橘の雷神を天地を震撼させろ。
太平が訪れる。驚け雷鳴。これが立花。続くとは限らないかな。当然だ。この世に永遠に続くものなど存在しない。故に立花は戦い続けるのだ。世が変わるな。死ぬかもしれぬな。怖いのか、死が。本望だ。橘の誇りを示せるのならば。ガキだな。死を誇るな。生きろ。俺は死なない。いや、死ぬな。お前はいつも私の先を行く。どうかな。俺はいつもお前の上を行く。さらばだ。ああ。小田原は落城、北条氏は降伏し、天下は秀吉の手に落ちた。やがてその秀吉も没し、次の天下を狙い徳川家康が台頭してくる。だが家康の台頭を喜ばない者も多かった。家康は己が命令に従わない上杉を征伐すべく、多くの兵を会津に送り込んだ。その隙を突き、反家康派の諸将が家康の城伏見城を攻撃した。その中に銀千代の姿もあった。立花は一人で十分だ。誰の助けもいらぬ。第3話、伏見城の戦い。立花の誇りを。徳川は天下の役所、伏見を落とし見せしめとせよ。我らは城門を破る。続け。
助けに来た者を天守にも入れぬか。よかろう。鬼島津を怒らせたことを後悔させてやるよ。行くぞ。これぞ好機よ。島津に手柄はやらぬ。常に立花が先んじる。敗北条件変更。中烈な最後、立花が見届けたぞ。城に火を放て。元忠、すまん。元たどりを無駄にしてはならぬ。全軍進め。行く。守りを固めろ。徳川勢は侮れぬ。坊ちゃんも無事では済むまいな。簡単には死なぬ。
常に奴は私の上を行く。
て、大将首をいただくとするか。邪魔をするな。家康は立花が討つ。目指すは敵本陣、本多忠勝、まかり通る。守りを固めろ。まず本多忠勝を止め、浮田殿を救うべきか、家康を討ち戦を決するべきか、即断せねば。たとえ一人でもな。銀千代は伏見城の戦いに勝った。この勝利は劣勢であった西軍を鼓舞した。豊臣の将石田三成は家康打倒のため全国から賛同する者を集めていた。銀千代も三成と合流した。三成の軍師島左近の提案により久瀬川に集結している敵部隊に奇襲をかけることが決まる。家康との決戦前に勝利を挙げ士気を高めようという作戦であったが、川
完全なる勝利。それが立花の戦だ。第4話久瀬川の戦い、立花の誇りを。ここは我が受け持つ。手負いの部隊は引くのだ。臆病者め、戦場で背を見せるか。東軍を拡乱するために奇襲をしたまではよかったが、敵の対応が早く乱戦になった。定かさん、敵は滅亡しつつある。ここで徳川の守護神を打てば味方の士気は上がる。家康との決戦を優位に戦えるでしょう。それで誰一人欠けることを感じます。面白いその話。立花も乗るぞ。家康に誠実な意志を見せつける気か。上等。逃げられると思うな。乱戦状態では拉致が明かり。サポート合流するぞ。俺は豊臣を守るために協力する。豊臣は立花一人でも守れる。貴様の手は借りに。敵将立花が下ったぞ。兵の統制ぐらい取ってほしいものだ。って厳しい。ま、これからは連携を密にしますか。殿に弓引く者、稲が強くします。開門。相手が橘様といえど、行くことは
心が揺らいでいるな。武士ならば迷いを断ち切れ。巨人相手に手加減なしか。行くぞ。主人の邪魔をさせ。時代に抗う魂に呼ばれた。それだけのこと。お前はこの差し伸べた手を拒むほど強いのか。好きにしろ。
活躍じゃないか。共に合流を進めたと。そなたはまだその域に達しておらぬ。力は及ばずとも立花の誇りは私が守り抜く。来る決戦にも十分勝機がありますよ。今回みたいな戦いぶりを見せればね。サコ、俺は家康に勝ちたい。何としても。家康本体に対しても孤独に抗うつもりか。無論だ。私一人の力で勝利を。意地か。それも一つの生き様だが、人は脆い。大切なものがあるのならば決して手放すな。三成は久瀬川の戦いで勝利を収めた。だがその後関ヶ原における決戦で家康率いる敵主力部隊と衝突するも敗北。部隊は壊滅し皆散り散りになった。銀千代もまた九州へ逃げ延びた。しかし敵の追撃部隊に追いつかれてしまう。連れ添う仲間はごくわずか。絶体絶命の状況であった。だが銀千代は諦めなかった。決して諦めぬ。立花の誇りにかけて。第5話石垣丸撤退戦。立花の本領を見せる。
が関ヶ原で破り、西軍は解散した。そして私も殺し、敵に包囲されてしまった。だが立花は一気になろうと戦い続けた。俺は大切なものの手を決して離さない。よかろう、サルからの戦に付き合うことを許す。開門。福島正則が何やら画策しているようだ。くだらぬ工作など立花が蹴散らしてやる。相手に手加減なしか。進め。
一人でも多く道連れにしてやる。この子を必ず報じましょうぞ。驚け雷鳴。これが立花だ。まったく相変わらず意固地なやつだ。もはや降伏は無用だ。完全包囲はなった。あとは絶望の悲鳴を上げていただこう。死ぬ前にな。行くぞ。お前関ヶ原で果てたのでは。鬼の道案内。銀中が泣いているんじゃないかと心配になった。バカにするな。泣いてなどおらん。まだまだ来ます。勝ち目などありません。立花様、どうかどうか下ってください。稲殿、すまぬ、できぬ相談だ。ついに上運を得たか。同説の娘よ、九州まで来たが、さあ参られ。立花は国を守れてこそ立花太夫。ここで父と貴様を超えてやる。私と宗茂だ。宗茂、今より敵陣を突破するぞ。行こうか、共に。
私も戦う。そうだ、戦え。生きて、お前自身のために。だが、お前は俺は死なない。Yeah.
ふざけるな。貴様の命令など聞けるか。橘は私一人じゃない。お前を失うことなど私が。勝つのだ、二人で。生きるのだ、二人で。これは命令だ。